はい、どうも、ノモノキです。こんにちは。朝8時なんですけど、先ほど、任天堂ダイレクトで、スプラトゥーン3の新作情報が来ました。すごい朝からなんですけど、もうめちゃくちゃ眠かったんですけど、もうテンションが爆上がりで、今とても、動画を撮ってるだけでも、めっちゃ楽しい。しかもなんか色が、黄色と紫かな。反転した色。このスプラトゥーンだと、緑と、赤っていうかピンクなんですけど、黄色とかでまた新鮮だったんですよね。あと、なんか荒野が出てきてて、そのなんかスプラトゥーンっぽい世界じゃないなって。こんな、都会っぽいスプラトゥーンの世界の中で、どっちかっていうと地方の方、田舎の方をモチーフにしたスプラトゥーン3が出てたので、もう言葉にもできない。無理。はい、お待ちしました。ガンガン世界音楽ドナーバリバトルです。本日から、スプラトゥーンを、また、やる人が、めちゃくちゃ増えてくるんじゃないかなと、思います。多分ね、昨日からなんですけど、スプラトゥーン3が出る、予想は、なんか俺はしてて、他の人も多分してたの。でも、ずっとさ、アップデート情報もなしの中、うわあびっくりした。アップデート情報もなしの中、もう忘れられてんじゃないかっていう心の声もありましたが、ついに、出まーす！よかった、じゃあ。待ってー、なんか流れと成り行きでダイナモ使ってまーす。ちなみに、スプラトゥーン3の新しいゲームでも、ダイナモローラーとかありました。新武器で出てました。はい、死んじゃう、これ、俺。あ、倒した。あれ、なんかいる。今、影で分かった。なんか、やった、倒した。で、下から、倒していく強いダイナモ。ブラスターとか、新しいリッターもありまして、新武器もあったの。弓矢があったの。多分、スプラアローとか、そういう系の名前だと思うんですけど、その予想もちょっと別の動画で、しておこうかなと。まあ、ちょこちょこ、いろんな俺、考察とか出しちゃうかもしれない。考察あんましないんですけど、そういうこと。ゲームばっかしてるから、予想、ああ、怖い。予想とか、するのは、あれ、こっち好きです。あ、帰っちゃった。ダイナモここ強いと思うから、言おうかな。ああ、ごめん、これ、あいつだ。びっくりした。スプラローラー来ましたね。真ん中めっちゃ塗ってくれてるな。これ、打開されない。よし。こっち出そうじゃない？これがもしも炭酸のとこなら、いける。あ、バレルとかも出てたかな。ハイドラの新しい。ハイドラも見れたし、ブラスターがなんかパイナップルみたいなやつすごかったよ。上だー、倒せなかった、やばい。これあー削ってます。倒しました。ローラーですね。多分今風呂もいたからここか。左にもいるらしい。左からかな。味方も近いし、あ、倒したっぽいね。ナイスです。え、本当に本当にエースプラスでやりたい。あー怖い、あー怖い。ういスプラトゥーン3やりたくて、スプラ2をとりあえずめちゃくちゃやろうとしてますからね。俺こっちなんかいる。削ってます。あ、倒しきれなかった。これ倒しきれなかった。やべやべ、これしかもなんかスプリンクラついてる。後ろ来てるよー、みんな後ろ来てるよー。多分こっから出てくるよ。違う、上だな。よしよしよし、よかった、危ねえ。あ、ハイドラいるね。味方に。新武器ハイドラ。リッターの色が変わってて、かっこよくなった。後ろにもいるな、まだ。あ、やべえ、抜かれた。抜かれした。大丈夫かな。頑張れ。頑張れ。あああ、もうなんか飛ぼう。あ、で、ピンチついたし、いや。多分今やってる人もスプラトゥーン2の情報を見てから、あれごめん、2じゃない、3の情報を見てからね、多分相当今モチベーション上がってると思います。俺の動画のモチベーションも上がってる。あー楽しかった。うちのチームで海外の人たちだもん。名前がかっけえ。あーどうした。あ、間違えました。ガンガゼです。ガンガゼ。ガンガゼよろしくお願いします。ああ、海外の名前だけになった相手が。ああ、同じ武器の人いる。やべえ、マジ、やばい。
語彙力がない。すごい楽しいですね。なんか鮭の髪型も選べるみたいで、ちょっと可愛かったなって、ちょっと可愛かったなって思いました。極彩倒した。もうスプラ2も頑張る。でもあと1年ぐらいか、2022年発売って書いてあったので、そんなに長くはないんですけど、待ち時間。あ、これ倒せる。オッケー、倒したよーん。なんかいる？こっち？いないか。そうそう、待ち時間ってか発売日まで待つのは少ないだよね。はい、倒して、こっち出てこない、こっちかな、倒していく。おー、なんかいる。ちょっと待って。おー、倒した倒した。すげえ、ダイナモ強え。てかマジで成り行きでダイナモ使ってる。最初にロビーで持ってたからっていう理由、そんな不純な理由です。上に縦長いのいるので、ここ立てないや。きついな、どうしようかな。スプラ3だったらどうなってるかな。スプラ1の新しいスペシャルも、復活したスペシャルとかも出てきてたので、あ、抜けてっちゃった、抜けてっちゃいました。今敵がまた局者か、それとも普通にやられるか。あー、射程長い人いますね。後ろ大丈夫か、後ろ、後ろ来てないかこれ。あー、うちは猫も鳴いてる。後ろなんか来てるな。お、倒していく。上にいたな今。うちの猫めっちゃ泣いてる。スプラ3を楽しみにした猫が。かわいい。まあこれ抑えていかないと。今ね、勝ってるんですけど真ん中。なんか抜けてくる敵とか今いたし、塗るの大変になっちゃうから。うわぁ、びっくりした。びっくりした。ふえぇ、スプラ3発売に伴って、今めちゃくちゃ、スプラ2もね、覚醒してるわ。よりどり緑な、この緑綺麗だな。あー、でもなんかいい感じに敵が攻めてきてますね。逆転されつつあるぞ。こんな、意外とこんな倒してるのに、こんな倒してるのに逆転されつつある。ナイス3落ち。ちなみに色がね、今黄色と緑だったので、俺的にはまあ青でもいいと思うし、黄色と緑、紫ちょっと予想できたの。まあでもこれは動画にしてないから後付けみたいに超えちゃうから、そんなに言ってなかったです。あー、これ無理だ、俺死んじゃ。え、生きてる。触れるかな。どうだどうだどうだ、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。ナイス様最後やばいな。あんなに倒してるけどこんなにいい勝負してる。嘘。負けたわ。なんで負けたのか分かんない。あんなに攻めてたのに負けました。はい、間違えました。カンカンさん、野外音楽堂、要はずっと野外音楽堂ですね。はい、でね、黄色と紫のインクの色の予想ができたというのは、スプラトゥーン2の今オレンジ対、紫なんですけど、こういうなんか色合いの対局になる2つがさ、インクになってるんですけど、黄色と紫も確かあるよね。で、この紫とオレンジもちょっとあるかなと思ったんですけど、オレンジはスプラ1で使ってるし、ピンクだってスプラ2で使ってるでしょ？あ、死んじゃう、これ、俺。死んじゃった。そう、だから、もう既存の色で出てくるんじゃないかな。あ、これ味方危ない。あ、やっちゃった。打開だ。しゃあなし。しゃあなしでこれ塗りましょう。ゆっくりでいいかな？あんま溜めて。あんま溜めていこうかしら？カモンしてるけどどうした？スプラ3がしたいのか？俺のやつを聞こえるぞ。スプラ3がやりたいです。なんかいた。いそうだなって思って、来たとこにいましたね。ここの裏とかね。うん、削れてはないか。よいしょ。ぼちぼちスキンクアーマーが溜まってくる頃じゃないかなと思います。塗りって。よし、アーマー使う。これいこう。上から。ここだ。あー、痛い、なんか弾かれた。いや、めっちゃボムで弾かれて当たっちゃったよ。あ、後ろ来てますね。対応できるかどうか。狙われていく。どんまい。あー、もう俺がボムなんかで死ぬから、俺がボムなんかで死ぬからさ。
さあ、下は。こう登ってくるな。おい、ちょうどいいタイミングで触れたよ。よいしょ。いろんな武器出てたからな、スプラトゥーン。3。何使おうかな。まだいろんな武器使いたいですよね。いろんなギアと武器。なんか、めちゃカモンしてるけど。これ死ね、俺、危ない。ダメです。うい。うい。あんま使ってあげる。よいしょー。よいしょー。よいしょー。やりきれない。やりきった。倒していく。塗って、後ろから塗りたいですね。削ってるだけ。これきついな。あー、後ろ取っただけだな。頑張れ、頑張れ。あーくっそー、勝てねー、くっそー、勝たしてくれー、俺も勝たしてくれー。うわぁ、今当たってないのにダメージ来たの、びっくりした。よいしょ。頭かすっただけでダメージ入った。こと？あ、インク出ない、待って。成り行き、俺の成り行きダイナモが。俺の成り行きダイナモ。成り行きダイナモフラッシュで。俺は倒せるぜ。倒すのは、できるぜ。よいしょ。あ、もうボムラが強すぎ。うわぁ、負けちゃったから。負けてる後ろなんでこんな塗られてるんだ。まあ、勝てない試合もありますよっていうことで、今回はこの辺にしておきたいと思います。俺がもう、スプラトゥーン3やりたすぎて、まあもうウキウキワクワク動画でした。ありがとうございました。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。